미가 お姉ちゃんたちが手も足も出ないなんて。お願い、やめて。このままじゃ、ゲーム業界が壊れちゃうよ。あの、超次元ゲーム、ネプテューヌの第2作目が、なんと、プレイステーションビータでリメイクされるんです。その名も、超次次元ゲーム、ネプテューヌリバース2。シスターズジェネレーション。犯罪組織マシェコンヌに敗れたお姉ちゃんたち女神を助けるために、私たち女神候補生がゲーム業界を大冒険しちゃいます。女神レプギア、ここに誕生です。本気で相手をしてあげる。変身完了よ。本気だしね。バトルシステム。バトルシステムは前作ネプテューンのリバース1のシステムに読み込みがなくて、とっても快適にプレイできるんです。 PS3 版にはなかったジャンプが追加されて、私もカンガルーのようにジャンプ頑張らなきゃ。ワールド、世界を冒険するにはワールド画面で行きたい場所を選ぶだけ。ディスクシステム、ブランクディスクにアイディアチップをセットしてオリジナルの装備が作れるんです。リメイクシステム、前作で好評だったリメイクシステムをリバース2でも実装。主題歌はもちろんナオさん、なんとエンディングはあやねさん。限定版にはなんとスペシャルネプネプブックと妹とお布団の中でイチャイチャしちゃう CD がついてくるんです。予約特典は私たち女神候補生4人のシチュエーション CD、 女神候補生が妹で親密な関係だったら CD、 超次次元ゲームネプテューヌリバース2シスターズジェネレーション、2014年3月20日発売予定。私たちの活躍に刮目してください。